ミキママのおせちは3時間でできるおせちです。ミキママのおせちは3時間でもできるおせちです。おせちのおおせちのおお時間がない時でもお時間がない時でもおせちのせおせちのせ切羽詰まった時でも切羽詰まった時でもおせちのちおせちのちちゃちゃちゃそれでは3時間でおせち一気にいってみよう。すごい材料です。まずは黒豆を作ります。黒豆は一晩水につけて置いてあります。これだけすいません、一晩つけさせていただきました。そしたらザルで水を切って煮るんですけど、その前に一回美味しい煮汁を作ります。小鍋にお水、砂糖、醤油を入れます。そしたら沸騰させてさっと煮立てます。これで美味しい煮汁ができます。はい、煮汁が煮立ってきました。そしたらここに黒豆を入れて煮ますよ。で、煮ませんよ。そんな時間ありません。これを使います。炊飯器様です。炊飯器で黒豆ができちゃうんです。炊くだけですよ。では入れていきます。まずは水気を切った黒豆を入れて煮立てた煮汁を入れます。煮汁が熱いと砂糖がよく溶けてるし早く炊き上がるんですよ。そしたらあとはスイッチを押すだけです。この時大事なのがお粥モードにして炊きます。お粥モードで炊くと普通炊きよりも炊き時間が長いし沸騰する時間が長いんで早く火が通るんです。いってらっしゃい。炊けたらこの後30分一旦保温して保温で味を中まで染み込ませます。開けますよ。オープン。黒豆まだちょっと硬いんですね。なのでもう一度お粥モードで炊きます。もう一回炊くとふっくら柔らかくなりますよ。お粥が炊き上がりました。炊けました。2回目の炊飯できましたね。2回目の炊飯が終わったら30分保温します。保温ができました。30分経ちました。どうでしょう、黒豆柔らかくなったでしょうか。食べてみます。うん、柔らかい。そしたら最後に塩を入れて甘さを引き立たせます。これで炊飯器でできる黒豆の完成。続いて昆布巻きを作ります。昆布昆布、ニシンの昆布巻きとかだったら1日から2日かかっちゃうんですよ。速攻できる昆布巻きを教えたいと思います。まずは昆布を長さ20センチに切ります。短いのがあっても大丈夫。続いて昆布巻きを巻くかんぴょうを切ります。かんぴょうは25センチの長さで切ります。まとめて束にして切っちゃえば早い。はい、かんぴょう切れました。そしたら水で戻します。まずは昆布からです。昆布は早煮昆布を使っているのですぐ戻ります。水につけて3、5分ほどつけておきます。かんぴょうは独特の匂いがあるのでもみ洗いしてから水につけて昆布と同じように3、5分戻します。ごぼうは7センチずつ切ります。ごぼう8本分切りました。8個できますからね。続いて昆布を巻いていきます。ごぼうに昆布を巻きつけて、この時ギュッと巻きつけられるように昆布を引っ張りながら巻くといいですよ。くる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 巻いていきます。そしたら水気を固く絞ったかんぴょうを2周したら軽くギュッと縛ります。そしたら同じ方向で縛らず左手を下から持っていって今度逆で結びます。1回目と反対側の結び方をします。そうするとほら綺麗でしょ。もう一回いきますよ。普通に縛ります。1回目とは反対の方向に結ぶと結び目が綺麗に正面で縛れます。
続いて昆布巻きの煮汁を作ります。水、醤油、砂糖、みりん、酒。2時間煮るのでたっぷりの煮汁で煮ます。沸騰してきたら昆布を入れます。沸騰したら弱めの中火にしてアルミホイルで落とし蓋をして2時間煮ます。水はその都度少なくなったら継ぎ足してください。昆布巻きどうなってでしょうか。1時間半経ちました。結構色がついてますね。ごぼうも柔らかそう。ちょっと食べてみます。うん、おいしい。柔らかい。弱火で煮る時間1時間半でできました。巻くのも得て2時間で昆布巻きができちゃいました。すごい。2時間でできる昆布巻きの完成。続いて筑前煮作ります。干し椎茸を戻すのに時間かかるので熱湯をかけておきます。そして軸の部分に時間かかるのでひっくり返しておきます。鶏肉切ってます。そう、野菜から切るけど大丈夫。ただどんどんね、容器に入れてってください。平らな容器に入れてってください。人参も皮ごと使います。もったいないもん。私これギリギリまで食べたいの。転がしながら乱切りしていきます。ごぼうは乱切りです。角度をつけて切ると豪華に見えますよ。そしたらこれもどうすん。続いてレンコン、ほんと皮ごと入れたいけどお正月はね、いきます。レンコンも乱切りです。回転させながら切ります。レンコンはね、本当は 花切りしたいですけど、ここは省略します。そしたらザルに入れておきます。こんにゃくはスプーンだよ。本当はねじって入れたいんですけど削り切りします。じゃあこれもザルに入れます。こんにゃくとレンコンはザルに入れて水で洗いましょう。もみ洗いします。そしたら水気を切って野菜全部入れちゃいます。椎茸水でこう絞ってね、絞ってから軸も入れますよ。石づけは取ります。旨味が出ますように。椎茸も4等分に切ります。容器の中にドボーン。では調味料入れていきます。まずは美味しい干し椎茸の旨味が溶け込んだ戻し汁を全部入れます。すいません、間違えました。煮汁を本当は合わせたかったんだけど合わせなかったんで、ここで醤油砂糖全部溶かしちゃいます。酒、みりん、そしてかつおだしの素を混ぜて合わせ調味料を作って、砂糖をよく溶かしてから入れちゃいます。調味料が全体に絡むように一旦かき混ぜます。ラップをふんわりとかけて、ギュッとすると破裂しちゃうのでふんわりとかけて、レンジに入れてなんと10分チンします。10分経ちました。開けますよ。そしたらまだごぼうと人参は硬いのでざっとひっくり返します。一度かき混ぜることで味が均一に入るんですよ。そしたら平らにならして、再びふんわりとラップをして10分チンします。合計で20分チンします。10分経ちました。開けます。まだ少し味が染みてないので、このままラップをしたまま5分蒸らします。ラップをしたまま蒸らすとしっかりと味が染み込みますよ。5分経ちました。柔らかくなってますね。そしたらざっとかき混ぜて、これで筑前煮の完成です。もう切ってチンしただけですよ。簡単。続きはパート2のナマス伊達巻き栗きんとんを見てね。